米原ジャンクションは、滋賀県米原市三基地にある、名神高速道路と北陸自動車道との、ジャンクションである。東ジャンクションのすぐ北に隣接していた米原、本線料金所についてもこの記事で述べる。形状はトランペット型をしたジャンクションである。すべての方向で中日本高速道路彦根保全、サービスセンターが管理する。共用開始時から、米原インターチェンジと呼ばれていたが、 2001年6月に当時の町名である坂田郡米原町に合わせる形で米原インターチェンジに変更された。しかし2005年2月14日の坂田郡山町の合併で誕生した米原市が鉄道駅の米原駅に名称を合わせたため地名とインターチェンジの名称の間に再びずれが生じてしまった。北陸自動車道の計画当初、 名神高速道路との接続を大津と米原の二つの案があり、接続する地点をめぐって、それぞれの地域が規制同盟会を作って対立した。しかし、1964年に国鉄の湖西線が実現することになり、米原で接続することが決まった。竹府 IC 米原 JCT における実施計画は1975年10月8日に認可された。 前原ジャンクションの建設は、これまで開設されていたバンバパーキングエリアの土地を利用し、名神高速道路の本線を908メートルに渡り南側に迂回させた。この迂回路は1975年に設置され、ジャンクションの工事は1978年度から本格的になった。この工事に伴い名神高速道路を潜る道路が建設され、前原工業団地を実現する。 大きなきっかけとなる。1980年4月7日に、北陸自動車道の鶴ヶインターチェンジ前原 JCT の供用が開始され、同年6月19日に併設する前原 IC も供用開始された。通行料金の一部を免れる不正通行を防ぐ目的で、1980年4月7日の供用開始当時から2007年5月31日まで、 前原本線料金所が設置された。北陸自動車道に本線チェックバリアを設けることは昭和40年代から構想に打ち出され、全国的な高速道路網が完成した時に料金収支を効率的に行うために高速道路を複数の料金券に分割しようとしたためである。その後、1971年5月に北陸自動車道の前原付近に 料金所用の用地を取得することが決定された。しかし、この時点では長距離低減性の分断やターミナルチャージの取り扱いなどの問題があったため、さらなる検討が必要だった。しかし、東名高速道路を中心に通行券の交換による不正通行が行われるようになり、効果的な解決策として、本線チェックバリアとして、前原本線料金所が 試験的に運用開始された。前原が適地であったのは、前原インターチェンジと前原ジャンクションの間が短距離であり、何もないままでは折り込みによる交通の服装が懸念されたこと、太平洋側と日本海側での気象条件が異なる。条件の連結点であり、気象や規制の状況を伝達、周知するのに適していること、北陸自動車道の交通量が中程度であり、 最初の設置場所としては適切であったことが挙げられる。料金所と称しているが、ここでは料金の徴収は行わず、検察所となっていた。開通当初はここで、名神高速のパンチカード通行券と北陸道の次期通行券の交換を行っていたが、1988年12月1日から、名神高速も次期通行券に切り替わったため、その後は検察のみとなった。 ETC の普及や道路利用者の停車による負担低減、料金所の運営費用の削減を背景に2007年5月31日12時に東名高速道路とヨハシ本線料金所と共に廃止された。その後、2007年12月の竣工を目標に料金所の撤去工事が行われた。前原本線料金所に関するカテゴリー。ありがとうございます。